卵ももつもトロトロです。皆さんこんにちは、 RTV レポーターの立花梨香です。今回は焼き鳥すゑひろがりさんをご紹介したいと思います。中目黒駅から徒歩1分と駅近なんです。そして焼き鳥屋さんということなんですが、なんだかモダンで割烹店みたいな雰囲気ですね。では早速行ってみたいと思います。私の知ってる焼き鳥屋さんじゃない。すごく落ち着いた雰囲気ですね。あと店員さんもサムエを着て作業していらっしゃいます。当店は焼き鳥の手八丁のコースがございまして、まずコースの内容なんですけれども、野菜スティックですね、バーニャカウダーという形でお出しさせていただいています。串の8本のコースを提供させていただきまして、で最後に締めのお団子をお出ししています。なんか和洋折衷ですけど、ちょっと想像がつかないですね。皮がすっごくパリパリなんですけど、中の身はすっごく脂がジューシーで美味しいですね。うずらが半熟だ、美味しい。いや、これはたまんないですね。もつがとろける、美味しい。うまい。焼き鳥の他にも洗練されたお料理をいただくことができますよ。この番組が気になった方はぜひチャンネル登録してください。それではバイバイ。